Ay, lo voy a cargar. Corre a Nani. Ah, corre a Costa del Sol. Cochiva. Cochiva. No, Nanda. Miyako. Ya no, Sabaco. Corre a no. Anto yo. Bale, solo va Bale no basho. Cochiva Cloud no basho. Cloud no basho, ¿no? The cloud no basho mio. Cochiva. Corre a Moktek chica. Yameru. No, Kuro Manto no hito tachi. Mo inai. Nande. Kochi mo nani mo nai. あんたらこんな時に買い物なんかしてどうするの。商売だろうって。いいのいいの。うちは会社から給料出てるから。ニブリムの秘密を守るのがうちらの本当の仕事なんだよ。秘密。うちらは知らないな。でもいいのいいの。もう全部終わりなんだからさ。終わり終わり終わり。ああ、こうして、ま、何も。 間にもかな。メテオが週末が。そうか。そうだな。前回は秘密持っていた。そうか。この、なんだ、消失かな。 この町消失した。この星はどうなっちまうんだい。シンラカンパニーは何をしているんだい。こっちはティファの家。あの変態たちもいない。 消えた。 ぬいぐるみ。 寂しい街。 誰もいない。 これは目的地じゃないね。 こっちも誰もない。あのちびたちも消えた。どうだな。こっち開けない。多分ここは目的地ではない。出ようか。こっちは何もない。誰もない。何もない。 どこ行く。これはこれあの幼稚園。これはシッの町。シッの町らな。あの中国かな。中国だけかな。中、これ中国でも中国かな。 多分中国じゃない。
わからない。の人たち役に立たない。そうだな、あのじいちゃん。どこについていく、あのじいじ。人生の日の母からしたら、節油のようなもの、あの星が落ちようと落ちまいと、ほんの一瞬。大体同じ。まだ入れない。こっちかな。猫の家。ヒントない。なんでヒントない。あのじいじの会話あんまり聞かなかった。でもあのじいじまで、ああどこ行くだろうという。じいじもわからない。残りはどこかな。あのシートのやつはなんだ。あれは多分こっちじゃない。ジージーの町じゃないね。あの坊主たちも意味ない。これか、これかな。多分これじゃない。あ、ちょっと見よう。はあ、久しぶりの本。あ、ラッパ。どこ一人か。レッドレベルアップした。こっちか。こっちは何もない。ああ、そっか、この、あ、この場所全開何もなかった。何もなかった、この場所。一人歩き。彼は大学を出ましたが、まだ財政的に一人歩きできません。一人がてん。彼女は自分もパーティーに呼ばれたと一人がてんしています。一人占めする。この街かな。エリスの街、これかな。これはあのザックスという人の街。一人がて、ああ、そうだな、あの、ザックスの親たち教える。息子も死んだ。死んだかな、あの人。一人がてん。そうだな、死んだかな、あのザックス。死んだだな。あのフラッシュバックの時死んだか。死んだもいろんな手を尽くしたが、所詮ちっぽけな人間のやること、メティオによって人が滅びのは運命なのじゃな。みんな死ぬのよ、何もかもが終わるのよ。どこ行く？墓参り。いや。
かしら。セサリー。セサリーがない。ただ、怒りの指輪はもう別にいらない。死んだ。息子死んだ。10年も連絡も陽子さんとは連中息子じゃ。はい、死んだ。なあ、あんた、ザックス中ソルジャに会ったことはないかの？え？悪いね、このクラウド。なんで教えない？この親たちが、もう死んだ。ん？え、この場所、ああ、ひどいやつ、クラウド。話を聞きたい。ある日、マコロが大爆発を起こした。その事故に巻き込まれて多くの村人が死んでしまった。そうか、ミティアの興味がないかな。興味ないミティア。お前はザックスかな。ザックスらしい。話、死んだのやつら村の安全な考えず、マコロ、そうか。これは、一応関係ない町。ここはゴンガガ村マコロの爆発事故のために、多くに飛べと失った村じゃ。そうだな。意味ない場所。じゃあ、出よう。ああ、どこかな。まあ、コストデルソウル行った。コストデルソウルじゃない。多分。どこかな。どこだ、クラウド？どこだ、クラウド？このやつ、まだ役に立たないかな。多分まだ役に立たない。役に立たないね。はい。そうかな。楽見ようか。今、迷子です。これは州、地図見たか。これは州、州、なんだ、州荒野。名前忘れた。州荒野の神殿。でも、もう消えた。こっちじゃないね。別に何も、ない。だから、こっちじゃない。坊主、多分坊主関係ないもん。これはもう壊れたこの町。別に行く必要はないかな。あ、こっち行ける。洞窟行こうか。よし、洞窟行ける。何か新しい冒険。あ、そうだな、冠水艦のやつ。クエスト、まだ終われる。あ、どこ？あ、洞窟？こっちは洞窟かな。あ、洞窟ない。洞窟ない。ああ、なんで？あっただと思った。ないか。洞窟ない。どこだ、洞窟。こっち。でも、草がない。草ない。着陸できない。一
番近くはこっちだけど。ダメ。ダメそう。これは何？チョコボ。ああ、牧場。チョコボ、チョコボ。チョコボ牧場。これは。なんだろう。これはなんだ。わからない。入りましょうか。あ、これはむ昔む、ああ、そうだな。昔昔の町。これはエリスかな。エリスの町かな。これは目的地。この場所を完全忘れた。ああ、聞いてくれ。なんかミッドガールにでっかい大砲がついちゃってすごいことになっている。テレビによるとルーファスの二つ目の作戦だとか。あの大砲はマキタに新キタに向いているけど目標はセフィロス。あ、これは目的地かな。うん、あんた、旅行者だね。世界を旅するときに知っておくと役立つことがあるのだけれど、教えてほしいかい。それじゃ、ワールドマップでのね。さあ、うるさい。ウクザイバタ、ウェルブバタ、ウェデルコンダダンダ。ワールド、なんだ。もういい、おんで、エンレレ。そして、回し、旅は、おい。前回読んだ、かな。あ、なんだ、一ヶ月前読んだかな。お若いの、空いっぱいに見えると、あの、ミティオが落ちてくるなんて信じられるかの。キッドのクレイタにセフロスは、強大なバリアを張ったんだ。ルーファスはあの大砲でそれをぶち壊す計画なんだ。バリアがなくなった隙に神羅軍でセフィロスを直接攻撃するつもりなのさ。ミッドガールに行けばあのミティオが落ちても大丈夫なんじゃないかしら。まあ、功労投資っていうくらいだからなんとかなりそうな気がするんだけど、なんだミッガーリックか、うん、ミティアが落ちてくるんでしょ。へそくりどこに隠そうかしら。いや、それよりもヒンクリを持ってどこかへ逃げ出した方がいいのかしら。どうかな。あの、ジージの洞窟、多分。でも、クラウドは教えない。あの、ザックスの老身まで何も教えくれない。無言悪いクラウド。僕のお父さん、もうすぐミティオが落ちてくるというのに、この奥の酒場でお酒ばかり。いい音のくせに現実見えてないってのは情けないよね。まいっちゃうな。もう嘘つき。前回も親父、酒を飲んでいる。厨房に入ってこないでおくれ。うるさい。今まで一生懸命働いてきたのによ、ミティオでみんなパーになっちまうってか、けバカらしくてやってられかよ。真面目に働く気なんか失せちまったぜかな。ミッドガールじゃミティオを破壊しようと、おお、わらわらしいぜ。最近、物騒なことが多いよな。やだやだ。これは
ただの店かな。ここは空いた宮だよ。いらないゴミ、いらないゴミばかり。何も新品がないか。ここはマテリア。大体同じ。武器弱い。いや、なんだ。ミスルの腕は棒増える。でも見てよの、スロットは少ない。なんだ、あのミッドガール。ミッドガールかな、あのところ。ミティアが落ちてくるんだろう。死んだカンプニーが何とかしてくれないとみんな死んでしまうことになるな。これと話した。言ったことも聞いたこともないよな。でっかいモンスターはうろつき回ろうし、ミティアは落っこってくるし、あの冠水管かな。これはなんだ。ああ、宝。盗んだ宝なんだ、エリクサかな。2階誰もない。ああ、子供。お兄ちゃん、子供っぽくて私恥ずかしい。僕、早く強くなってミティをぶっ壊してやるんだ。そのために今からもう訓練するんだ。そうか、訓練。ワンウェッポンがやってくるって、シンラカンプニーの人間は大騒ぎしとるよ。秘密兵器を運んでいた飛空艇が、艇かな、空を飛ぶウェッポンに襲われて、海に沈んでしまったとか、何やら。ミティアが落ちてくると言うけど、大丈夫。そんなもの、シンラカンパニーが、きっとなんとかしてくれるわよ。ミティアが落ちてくるなんて、私たちはどうなってしまうのかしら。ああ、死ぬかな。ダメ。これはクラウドのフラッシュバックなところの偽物フラッシュバック。なんだろう、フラッシュバック、思い出。クラウドの偽物思い出。なんだ、ミッドガールか。タムカチじゃない、入れない。どこで入れる。あ、入った。ああ、これは目的地かな。人がいる。おし、おかしいな、このゲートの鍵どこかに落としたかな。この前の発掘ツアーの最中かな。
発掘数ツアー、発掘数、それなんだ、カギオスガス。これはヒントか、カギオスガス。わからない。これは目的地か。こっちに戻る。わからん。あの山水のやつ。そっち行こうか。あの山水線もう一度やれるか。こっちですね。ババのベッド使おうか。いらないだけど。戦争がおっ始まるのか。上では大砲を移動させていただいたぞ。そうじゃ。真の町かな。いや、村、そうだ。今は市の町で村、いやもうロケットもいない、そうだな、ロケットもいないから状況変わった。ちょっと見ようか、市の町。これは市の町。ロケットいない町。ロケット村。ノーロケット村。ロケットがなくなってしまったから、どうも落ち着かないんだよね。前よりもミティアがはっきりと見えるようになったし、たまんないね。じいちゃん、ロケットもない。わしの愛し。わしの愛しいロケットが行ってしまった。ああ、読んだな、なんだなんだ。わしの興味付き合わせてしまってすまんの。お礼と言ってはなんじゃが、これをあんたにあげよ。ビーナスゴールスプレイ。スペルが。大事に使ってもらえるとわしも嬉しいじゃが、わしもそろそろ新しい興味を探してみようかの。シッの家にある神羅のスポーツカー、あいつをレストアしてみるのも面白いかもしれない。カー。車、シッの家行こうか。これか。よっしゃら。あとはあのミッテをなんとかすればいいのですね。あなたたちならきっとあの丁重よろしくお願いします。それだけ。スポーツカー、あとははいはい、何のスポーツか、これか。これスポーツカーか。庭行ける?何のスポーツか、それ。何か手に入れた、あの GGG から。ロケットもなくなったってのに、うちのじいさんはいつまでああしとるつもりなんじゃろ。なんだ、なんで開けなかった、これ。ガードアップ、なんでこれ。ようこそ、ここは糸宮です。
ああ、いや、 いらない、 全ていらない。 周りに何もないこの街で、世界の人々を笑わせること、それが私の使命。このロケットの場所も何もないかな。ああ、行けないかも、これから。ああ、そっか。 完遂できる。 完遂できるかな。 10ギルドのやつ。 10ギルドあげる。 この女の名前忘れた。誰なの？私です。もう気をつけなきゃダメよ。私のお婿さんになるためだから。うん。あ、この女も終わりか。 10ギルドかな。 まずこっちセーブして、もし役に立たない場所なら、ロードします。まずはちょっとチェックしようか。完遂線まだできるかな。その後、 わからない。まだわからない。どこ行く？シンラ軍の軍事録はすべてミッドガルに集中した。もはやセフィロスでさえも死ぬの。そうだな、ミッドガル。俺は。そうだな、ミッドガル目的地かな。こっちか。 ミッドガル目的地。遅い。チョコボいない。チョコボいないとクラウド遅い。うん、めんどくさい。 Level ups. ために。 これも大丈夫かな。そうだな、別にロード必要はないな。今あのエレベーターの女まだいる。はい、またいる。ドキドキしたい。参ります。こちらに完遂 線、これは完遂かな。完遂かな。何か終わった。なんだ。犬か。一人合点。彼女は自分もパーティーに呼ばれたと一人合点しています。 何？こちら、ジュノン管水艦ドックになっております。入りたければ、僕らのワンコーガード、ハウンドちゃんに話しかけてください。うん、
童話内は終わりだ。行くぞ。ああ、なんだ。これは目的地か。この弱い者を殺す。一人占めする。神羅の犬め、貫水艦は俺たちがいただく。そこをどけ。ん？これは目的地か。ああ、そっか。これか。これは目的地か。神羅の犬。犬室にする。無視する。無視する。寂しいガリアさん、主人のもとに帰るんだな。まあ、なんだ、仲間になる。犬室にする。死んだの犬め、お前を犬室にしてやる。これで戦闘員も手を出せまい。なんだ。あ、命だけはお助け。あ、そうだな。まとめて人質にする。なんだ、人質しようか。あ、感謝しろよ。捕虜にしてやる。じゃあ、人質犬。ここまで聞いた、戻るわけにはいかないな。まあまあまあ、目的地。優しいでやんす。ありがとうやす。優しいでやんす。ね。やんす。なんだ、あの、ブリーチのやつ。やんす。まあ。ちょっと休み、一息入れる。